はい、えー、3本目の動画なんですけども、即解釈の久保でございます。要は死ぬ気でやれって言葉がありますよね。死ぬ気でやったら何でもできるんじゃないかな、みたいな。で、私はですね、死ぬ気でやったことってないんですよ。うん、そこまでね、ギリギリの状況に陥ったことがないんですよね。そんな、生き死にをかけるようなね、まあ、気合は入れてますよ。気合は入れてますけども、実際に、ああ、これうまくいかなかったら命失うんじゃないかなとか、これやりすぎたら死んでしまうんじゃないかなってところまではまだね、やったことがないですよね。<laughs> 言ってみれば、ちょっと片手間というか、生半可みたいな気持ちの方がまだ強くって、 うん、まだ出会えてないですそういう場面には、うん、吉谷さんどうですかねその人生をかける危機的な状況とか命をかけるほどの大きな挑戦ってされてますかね私は全くそういうのしたことがないんですよ、うん、だからね大したことをしてないまんまここまで来てるってことですかね、うん、で月収100万とか200万っていうのもまあ言ってみればね大したことしてないんですよ 一生懸命毎日毎日働いたわけでもないですし何か不得意な分野に取り組んで、えー、それで嫌な目にあったりとかね足引っぱられたりってこともないですしねうんそうですねまあ私がね継続しているその原動力の一つにまあ一日も休まない休みたくないっていうまあひそやかな思いがあるんですよでぶっちゃけるとこれ休んでもどうってことないなかとも思ってるんですよただね、あのー、こう例えば 旅行中とか電波が悪い時とかいろんな状況がね人生に訪れますいや長いことやってればねその中でこの困難な状況をどのようにクリアして今日もやりとげだぞっていう風な達成感に導くかっていうことが私の何よよりものねゲームなんですよ難しいことがあればあるほどこれをどういう風にかわしていつも通りの自分のアウトプットができるかなーっていうところに挑戦したくなるんですよね だから状況が困難であればあるほどいやこの問題を解けるのは俺しかいないんじゃないかなみたいな感じでちょっとね逆にもう絶望的なね病気の時でも怪我の時でも何とか発信しようかなとかね入院しててもああちょっと病院のドクターの目を盗んでどっかで発信できないかなとかねどんなに電波状況がある時でもどこかに電波の 状況のいいところあるんじゃないかななとと思っって探しに行ったりかかねなんかもうロールプレイングゲームみたいなもんですよね。人生ゲームなんですよ。全ての困難っていうのは次のステージに向かうためのボスが、中ボスが現れたようなもんですよね。そう考えていくと結構ね、困難も楽しめるんじゃないかなと思いますけども、皆さんいかがでしょうか。えそれでは本日は以上です。